ヤマト家のパンティープライス。どうもこんにちは、ヤマト家です。寒っ、風強はい、ということでね、今回なんですけども、ちょっとルームツアーって形でね、ちょっと紹介しようかなと、ついに思います。イエーイ。まずちょっとね、外観をちょっとさらっと見てから、ちょっと中に入っていきたいと思います、はい。ダブルキャブでトラックなんですけどね、7人乗りです。全長が 6m20 の、全幅が約 2m、 後ろは荷台の方が約 3m40 ぐらいの荷台の全長があるんで、結構ね、このコンテナちっちゃく見えるんですけど、結構ね広いです。はいはい、ってことでぐるっと見てみましょう。はい、こんな感じで小さい窓が一つと換気扇、これね換気扇なんですよ。まあ普通に見るとね、ただのコンテナのトラックっぽいよね。そうやね、上に窓が1個ついてるけど。あ、確かに確かに。で回ってくると、母ちゃんがいます。寒いからちょっと中で ね、お菓子食べて YouTube 見てます。ここに大きな窓がねついてます。アルミの壁をくり抜いて取り付けました。外側からフィルムを貼り付けてあって、もし割れた時に、まあ、飛び散らないようにね、してあります。ここにも小さい窓があって、ついに後ろ入り口を見せます。じゃじゃじゃーん、じゃじゃじゃーん、こんな感じです。後ろ来るとないよね、ちょっとキャンピングカーなんじゃないのって匂わしてるよね。匂わしてくるよね。普段はステップがあるんですけど、普段はねここに詰まって、まあこんな感じで走ってます。これね、ざーっと見た感じ、ラッシング見るとこの2点だけに見えるんですけど、実はねもうあと3つ、コンテナにはフレームがあって、フレームの下からね別で通してます。まあこういう感じで、コンテナのねフレームがこれなんですけど、このフレームに沿って、渡してね、横に1本2本3本って感じで、横に3本で、縦に2本って感じで通してあります。ということで、もうちょっとお待ちください。はい、まずねこれコンテナなんで、あの普通に上げてやると開いちゃうんですよ、なのでここでねもうロックしちゃってます。こっちはなので、こっちはねもうあの鍵使わないともう開かないようになってます。こっちもねキーシリンダーがあるんで、鍵を使わないと開かないようになってます。はいはい、どうぞ。オープン。オープンで、これ内開きになってます、押して入るパターンです、はい。っていうのは外開きだと、あれこの煽り下がってんじゃん、親切でちょっと上げといてあげようっていう人も中にはいるかもしれないんで、外開きだとね外に脱出ができなくなっちゃうんで、これ内開きにしてあります。選手交代、はい、美咲さん紹介お願いします。はい、じゃステップを上がって、はい、上がって入ります。靴をここに入れます。靴箱です。で鍵はこちらに開けてしまいます。はい、ということで車内はこんな感じになってますね。はい、まあ、いきなりちょっと仕上がってる感じになってるんですけど、まあ急ピッチでちょっと仕上げたんで、ちょっとまだまだちょっと、やり残してるところもまあちょっとあるんですけど、その辺はねあの多めに見ていただいて、ちょっと紹介していこうかなというふうに思います。はい、はい、一つ言っていいですか。はい、あったかい。あったかいよな、めっちゃあったかい。まだ暖房も何もつけてないんですけど、もう断熱効果バリバリなのか、めっちゃあったかいです。あったかいよな。入って、はしおいで。わあ、でも上手。そしてトーチはここに座ってる。はい、ということでこのねドアなんですけどね、これあの勝手に閉まっていくようにね、これがねバネになってて閉まっていくようになってます。すごい。はい、ということでね、ちょっと曲持ってるんでね、ちょっと電気つけてみたいと思います。はい、こちらです。ここにねスイッチパネルがありまして、こっちは FF ヒーターのスイッチパネルで、こっちはね照明とか水道のポンプとかその他諸々のスイッチになってます。ではねちょっとつけてみますね。このコンテナの中の電源なんですけど、電源はねこのブルーティーの AC300B300、このねポタ電一つでこのねコンテナの中の電気をね全部賄ってます。充電の方はねあの今のところ、ソーラーだけでね今充電してる形になります。でソーラーは600ワット積んでます。150ワットを4枚積んで600ワット
で発電してます。実際はね、まあ600ワット積んでますけど、11月12月の季節だと、まあ、350、60ワットがね、まあ、限界かなっていう風になってます。じゃあつけてみたいと思います。 AC のボタンを押してオンにします。こんな感じでね、ここに電気が来ました。そしたらここのスイッチを押しますよ。はい、こっち向こうのベッド側の電気がつきました。じゃあ次こっちね、ここの電気がこれです。はい、おー、これ独立してます。ここにもね、照明が一つあるんでつけてみますね。はい、マリンランプやね。マリンランプですね。次ここ行きましょうか。これスイッチパネル、これもね、ちょっと自作したんですけど、これを入れるとこっち側排気ですね。で、こっちを上げると吸気、風が入ってきます。パネルをね、作成するんですけど、まだちょっと間に合わなかったんで、ここだけね、ご了承ください。もう一つね、一番右の上げると、これね、マックスファンですね。これも換気扇になってまして、こうね、開けると蓋が開いて、で、スイッチオン。おお、はい、これもね、スピード調整ができて、吸気と排気ができるようになってます。まあこれ上についてるんで、夏場なんかね、熱い空気をここから抜くような感じになってますね。次ね、このコンセント、コンセントがね、あるんですけど、ここと、ここと、はい、テーブルのところに一つあります。じゃあね、一回ちょっと電子レンジ動かしてみましょうか。はい、AC をオンにして、もう全部ね、これ刺さってます。コンセントはもうね、壁の中にも埋め込んであるんで、配線がもう壁から中から伝わってここに来てます。電子レンジとかはもうすでにね、ホタ電につながってるんで、改めてこういうところに刺さなくても使えるようになってます。スタート、おおっていう感じで、動くようになってます。お気に入りの、まだ使っていないけど、これですね、まだ1回も使ってないんですけど、小泉さんのこのトースターですね。まあ、1枚しかちょっと焼けないんですけど、実はね、これ上熱が伝わるようになってて、卵焼きとか、まあ、ソーセージとかね、ウインナー焼けるようになってます。一石二鳥ということで、まあ、コンパクトでいいかなっていうふうな感じですね。でこれもね、小さいの探して買いました。まあ、車中泊する分にはね、まあ、これぐらい小さいのでもいいかなっていうふうに思います。はい、じゃあこのままキッチン周りをちょっと紹介しますね。じゃあこちら2個小物棚つけました。1個は調味料をこういう感じで入れて並べてあるのと、あとはまあ歯磨きですね、はーちゃんのと私たちの歯磨きと、あとコップを新調しまして、じゃじゃーん、大和家オリジナルのサーモタンブラーです。イエーイ。キャンピングカー、キャンプ、DIY っていうことでイラストをちょっと考えたのと、こう日本いろんなところ行きたいなっていう意味も込めて、日本を描いた旗をちょっとイメージしました。ジャパン、ハローハロー。シンク周りをね、説明します。はい、まあ、割とちょっとコンパクトな感じの、シンクなんですけど、深さがね、結構深くて、うん、まあ、20センチぐらい深みのあるシンクですね。扉を開けると、ここに給水排水のタンクがあります。タンクの容量なんですけど、30リッターのタンクになってます。じゃあね、セットできたんで、ちょっと水出してみますね。はい、水をね、使うときはここのスイッチを押します。水が出て止まる、うん、はい。でもこれ自動でね、あのスイッチさえ入れとけば、もう自動でオンオフできるようになってます。じゃあ開けます。はい、じゃーん、じゃーん、まず危ないから。ありがとう。はい、スイカを切る。もう一個タンクついてるんですけど、これはね、 FF ヒーターのタンクですね。10リッターのタンクがついてます。ロックを解除すると、前までぐーっと来ますね。はい、ここまで出ます。給水したり、まあ、排水の時下ろしたりね、します、うん、上見てもらうと、タイルシート貼ってあります。ちょっとね、ここ足りなかったんで、あのまだこれからちょっと開拓するんですけど、これ鉄板なんで磁石も使うようになってます。まあ、これね、何引っ掛けてあるかっていうと、まあ、これがね、ウォーターポンプなんですけど、まあ、これから分岐させて、外でもこう遊んだ後にさ、足とか汚れちゃうじゃん。やっほー、まあ、こういう小さいコートがね、まあ、夏場なんかこうシャワーすることもできるし、あの足とか手をね、洗ったりすることもできるようになっています。そうそう、さっき電源の方をソーラーパネルで充電してるって言ったんですけど、ソーラーパネル以外にも実はね、もう一つ充電方法がありまして、ここですね、外部充電がつながるようになっています。でこれ車内につながってて、まあ、RV パークとかね、行った時にコンセント挿すと、車内で自由に電気がつけるようになっています。最近めちゃめち
雨降ったんですけど、雨は入ってきたことがないですね。こちらはこう取り出すと引っ掛けるようになっていて、こういうコートとかをかけたり、カバンとかをかけたりするようにできます。使わないときはこれを閉じることができるので、引っ掛け防止とかにもなります。土台となる柱のところについてるので、しっかりと重いものでもかけれるようになってます。結構これ便利だよね。うん。でこっちの下にもついてるから、ハーチのやつとかでもいいしね、カバンとかね。うん。これはやっぱなんか欲しいなと思って。そうそう、服って置く場所がなくてかさばったりとかするから、車中泊の時にこれはやっぱ欲しかったよね。そうそう、うん、便利。次こちらの窓ですね。結構ね大きな窓なんですけど、 YKKAB の、まあ、建材用のものになりますね。はい。はめ込みの複装式の窓になってます、ね、二重ガラスになってて、結露や断熱にもね潰れてる窓になります。はい。でこちらカーテンですね。こちらは一級式のカーテンです。一級式、車高一級ね。こちら一級式の、ま、カーテン全然言えないやん。あ、分かった。はい、車高一級のカーテンになってますので、はい、そうです当たりです。こうしっかりね光を遮ってくれるようになってます、はい、カーテンレールの方は自作しまして、ワンバイワンの木を使ってます。高さを出して止めて、でレールがついてます、ここに。こちらの方ははめ込み式ではなくて横滑り出し窓になってます、うん、こんな感じでね、横にこう拳1個分ぐらいかな開くようになってるんですけど、ロック外すとね全開まで開くようになってます。風感じる、風感じるはずき足風入ってくる、すごい入ってくるよね風ね、開けるだけで。はい、じゃあちょっと閉めましょうか。ここでしっかりロック。こっちのね紐チェーンついてるんですけど、これをねロック外すと網戸にもなるようになってて、まあ夏場なんかね重宝しそうかなっていうふうに思います。でこちらなんですけれども、まあ椅子、椅子の役割もしてくれるんですけれども、実はゴミ箱になってます。旅中やっぱりゴミも結構出ると思うので、大容量のやつにちょっとしました。まあ専用のねゴミ箱ではないんですけど、普通のあのゴミ袋なら2つ入るね。うん。で締めとけばこういう感じでクッション置いて椅子にもなるよっていう感じです。うんうん。まあ、匂いもねわりかしシャットダウンしてくれるんで、はい、結構いいっすね。はいはい。ということで天井なんですけれども、漆喰みたいに見えるんですけど、今回は弾力性のあるモルモルを使ってます。モルモルは弾力性があるので、トラックなんか振動のある車にはおすすめです。では、あとはこちらですね、32型のテレビになってます一応ちょっとね、あのモザイクかけてますけど、あの今お相撲さんが登場してます、登場してますねあの土俵にあの勢ぞろいしております。子供がいるとね、やっぱりこう飽きてきたりとかすると思うんで、あの暇つぶし程度で見れたらいいかなって思ってます。アンテナもつけた動画もサブチャンネルで上がってますので、よかったらそれも見てくださいね。はい。でこちらには警報器がついてます。で警報器なんですけれども、こちらは一酸化炭素一酸化炭素中毒の言えてない、嘘、一酸化炭素中毒の警報器になっていて、あの換気扇とかマックスファンつけてるんですけど、うん、窓もちゃんと開くようにしてるんですけど、何かあった時のためにやっぱりちょっとしっかりとアラーム鳴るようにセットしました。はい、この娘と、ね、一緒に座ってるこのソファーですね、ソファーなんですけど、これ一応ね大人4人がちゃんと座れるようになってます。コンテナの横幅は内装を作った後で測ってみたんですけど 173cm でした。こっちのね対面に2人座れるようになってます。これでね一応4人と2人で、まあ、6人なんですけど、ダブルキャブがね計7人乗りってことで、ちょっとはーちゃんごちょっと邪魔しちゃってくれる。あ、値段がついてる値段が488円がついてるわ。ロックがここあって引き出すとこんな感じでね、冷蔵庫が実は出てくるんですよ。はい。スライドレールの方が耐荷重 100kg ってことで、一応ね、まあ、100kg までの人は座れますはい、まあ、子供ぐらいなら余裕で座れるようになってて、あとドリンクが置けるようにもなってて、まあ何か物もね置けるようになってます。一応ね、でこの冷蔵庫なんですけど、温めもできる冷蔵庫なんで、うん、結構便利ですね。ね、はい。うるーしゅー、いやー危ないよはい、オッケー。これで飛び出してこないようにね、うん、しときます。でこちらですね、この後ろ
に入れ物があるんですけど、まあ、服が入っとったり、まあ、日用品とかね入っとったり、奥行きがね結構ありまして、はい、こんな感じで後ろにもねこの収納ボックスが結構ね大きなボックスが入ってて、こっちにはねキャンプ用品とか入ってます。はい、今回はさ収納力抜群だからさいいよね。いっぱい入るよ、ね、上も下も。試験的に段差飛び出し防止には一応なってて、まあ、走っとっても今落ちたことはないですね。うんうんうん、車内ではなくて誰も乗ってないところなんで、まあ、万が一落ちてきても誰かの頭上に落ちるってことはまずないです。はい、ということでこれからね、まあ、寒い季節になってくるんですけど、まあ、今日も結構寒いんですけどね、こういう季節の車中泊って言ったらやっぱりね FF ヒーターっすよ。このシートのね上開けます。はい、こちらここにね FF ヒーターがセットされてます。はーい、はい、はーい。で出口はねこっちですね。その足元のねキンカー出るようになってます。はい、じゃあね FF ヒーターのリモコンがあるんでそちらのスイッチオン。はい、着きました。でまあしばらくすると燃料ポンプが動いて車内がねあったかくなってきます。じゃあね次ベッド展開してみます。まあ寝る時だけねちょっとベッド展開しなければならないんですけど、まあ、今回はまあ常設じゃなくて展開式でやってみました。ここね収納なってるんですよ。スノコ状みたいになってるね。うん、持ち上げるとこうアクセスできるようになってます。てかもう布団とか入ってる感じですね。うん、持ち上げると収納でこっちに行くとベッド展開っていう結構これはね悩みましたね。こう上げることもできるし引き出すこともできると。じゃあね次ちょっとベッド展開ねしてみたいと思います。テーブルを使ってベッド展開していきます。まずねこれ外します。はい、よいしょ。足ですね、これを畳んでこっちの方を逆側出してめっちゃこれ食べれるやんローテーブルにもなると。なると出してきます。はいはい、スノコを引っ掛けると、で最後よいしょ、こういう感じで、おー、カーテンを閉めると、こんな感じですね。うん、まあちょっとねベッド展開一手間いるんですけど、まあ、結構大きなベッドルームが出現しますね。まあ、ハチもすごい嬉しそうです。はい、ということで、こんな感じでちょっとざっとルームツアーって感じでコンテナの中をね紹介させてもらいました。はいはい、うーん、ハーチも大満足っていうことで、はい、3ヶ月、うん、約3ヶ月でまあ作った感じになりますね。もう本当にハイスピードで作り上げた感じになります。一応ね荷台の上に乗ってるんで、まあ、トラックの荷物っていう形で、トラックの荷台に乗せております。なのでまあ車検の際はこの荷台から下ろす感じになります。その、動画の方はねまたその車検が来たらまた出してみたいと思います。簡単にねまあ下ろせるようにまあ工夫してみたいと思ってますので、またその時はねぜひよかったらまあ、あの見てみてください。まあこれからこう使っていくわけなんですけれども、めっちゃ楽しみです。楽しみですね。ベッドで寝るのもあのキッチンを使うのも初めて、自分もすごいこう DIY して DIY に参加して作ったっていうのがあるんで、なんかめっちゃ楽しみ。このだってこの内装の壁、うん、壁はほとんど美咲さんが貼りましたからね。はい、クッションのレザーもつけたんで、うん、こう寝心地とかすっごい楽しみにしてます。スポンジの方はウレタンチップスポンジっていうのと、あとは低反発のねスポンジを組み合わせて、ダブルでね組み合わせて6センチの厚みのクッションにしてあります。はい、でその上に、白のレザーかぶせて作ってある感じですね。はい、あ、まだ改善がね必要なところもたくさんあるんでね、まだこれからちょっといろいろ改善して、うん、またその度にねあのサブチャンネルの方で、まあ、上げれたらいいかなっていうふうに、まあ、思ってます。はい、ということでまああの皆さんのね参考になればなるかわかんないんですけど、あのまあこういうシェル作りたいっていう方のね、うん、まああの参考になればねまあいいかなっていうふうに思います。はい、ということでまあこれからあの車中泊たくさんしてきますので、またそちらの方もね、動画の方楽しみにしとってください。はい、はい、ということで今回の動画は以上になります。そしたらまたバイバイバイバーイそこさ出て。あ、分かった。はい。はい。ということでね、あの反対側の方にもあのこの小窓ついてる、小窓ついてるんですけど、こっちの方もね、はい、こちらの方もあの YKKAP の建材用のね窓になってます。こっちの